一回越谷少し距離がありますがうまく決めていきます。ブラッキンズです。瀬川から飯田もスピードがありますが中に送ってあっとブロックに行ったんですが決めてきました。バッツトレインジョーンズも絡んでいったんですがもろともせず、さあここはミスマッチ中に送ってパーカー通った決めました大黒柱パーカー。だからが中に送る、おおこれは通りました。完全にフリーになったキーナンスペースを作り出しています。ディフェンス力のある畠山でしたが野崎のシュートは外れました。ここは畠山がスピード強弱をつけるアタックして決めてきました。一気に来ました。ここは野崎からマイケル・パーカー早いバック回し、元千葉の2人がつながって最後決めてきました。スリーポイントトレイ・ジョーンズです。田村が右サイド中を伺う、あーとあーこれもマイケル・パーカーうまくこの攻撃を止めてそして得点につながります。ディフェンスからの切り替え、トレイ・ジョーンズ、いやトレイ・ジョーンズのこの巧みなステップ、ボールさばき、そして最後預けてブザービーター、群馬ファンを熱くする高野のスリーポイント。完全にその力見せつける形になりました。オフェンス力、この田原がスリーポイントはまさにお見事。佐藤、ここはツーポイント、リバウンド、キーナンが強い、そしてクエリー、トレイ・ジョーンズから佐藤、あこれも来ました。落ち合い仕掛けるリバウンド、あこれがまたトレイ・ジョーンズに出ました。おお、ここも少しトリッキーなパスから回して山崎スリーポイント、効果的に決めてきた群馬です。あかわすパス、そして決める、鮮やか、綺麗に決まりました。群馬と越谷のゲーム1、群馬勝利。ホーム今シーズン依然負けなし26勝目。